はい、どうもこんにちは、こんばんは。ラウンズフィッシングでございます。今日はですね、久々にというかちゃんと釣りに来ております。先日ちょっとね、アジングをちょっとして、まあやっぱね、やっと涼しくなって、今このね、10月になってもまだ暑いんですよ。夜、今年なんか知らんけど暑いよね。で、今日はですね、やっぱ大分の9月終わり10月とかぐらいといえば、やっぱりタチウオシーズンでございます。私ね、やっぱこのシーズンだけやっぱタチウオをね、できる限りメイン狙っていきたい。深瀬もまあちょっと近いうち行きたいんですけど、風とかなかったらね、行きたいんですけど、なかなか雨が降ったり風が吹いたりで、なかなかちょっと行く機会がなかなかないんですよ。で、まあやっぱ夜ね、この時間だとちょっと涼しくなったりとかで、ちょっとね、タチウオを、今日は狙っていきたいと思います。今年最初だよね、タチウオなので、ちょっとね、いつもこんな感じで狙ってるというのをちょっとご紹介しようと思います。はい、今日はですね、こういう感じですね。で、場所はですね、もう分かる人は分かると思うんですけども、大分県大分市は伊江島港っていうのかな、第4鶴崎公共埠頭とかね、正確に言うとそういう感じ。あっこが伊江島橋じゃないけど、なんかそういうところね、もう一個左に行くと元有料道路みたいなところでございます。地図釣りはね、ちょうど対岸でよくすることが多いんですけど、やっぱタチウオはこっちの方がよく釣れるっちゃ釣れるんですよね。はい、ということで、いつもながらの、まあ、狙い方なんですけども、これね、投光器、バッテリーね、バッテリーをつないで、これ新品でバッテリー買ったんですよ。これだけにわざわざ、もう4年か、4年、5年ぐらい経つのかな。で、木に、この投光器、これ最初から DC なんで、このケーブルを伝って、こう出て、このままもう、バッテリーにつながってると。AC をわざわざかましてないんで、電力ロスが少ないかなっていうので、もともと DC で使ってます。で、LED は、何だったっけ ?30W ってことです。だから、ライトなしでも、こうやって見たらわかるんですけど、結構明るいです。照明なしでもこれぐらいの明るさがある。海に当ててるからだけど、これ、こっち側のね、陸の方に持ってくると、めちゃくちゃ明るいです。はい、まあ、これぐらいあれば十分かなと、いった感じですね。で、これ。竿桶を使いまして、もうすでに仕掛けをね、1本入れております。はい、ちょっと深瀬っぽい仕掛けですね。タチウオはどっちかっていうと自分の場合ですね、あの軽い仕掛け、基本的にちょっと軽めな仕掛けが多いです。ここ7、8年、10年ぐらいかな。あの昔はというか、まあ一般の多分タチウオの仕掛けだったら2号とかの、なんだろう、あれを使う仕掛けを使うんですけど、ちょっと2号置いたら、普通のね、タチウオの仕掛けだと2号とか1号の普通のナショナルじゃないか、今パナソニックか、の電球機あるじゃないですか。ちょっと先端が赤くなる、もう昔からですね、ああいうのを使ってたんだけど、やっぱあの食った後とかで、なんだろう、やっぱ浮力がありすぎて離すっていうのかな、まあ、あの今の深瀬釣りも同じような感じか。で、最近はこう深瀬っぽいちょっと軽いふわっとした仕掛けで、いかにキビナをこうふわ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 させるかっていうのが、やっぱりね、あの杭を立たせるじゃないですけども、いいのかなと思って、最近はこういう感じ。かつ投光器を焚いてるっていう、投光器を焚く理由としては、やっぱ小魚が寄ってくると。だから深瀬で言うと、薪を撒いて餌をそこに入れて投げるみたいな感じ。まあ、あの投光器焚かないと、まあ、釣れなくはないんだけど、まあ、チヌ釣り、深瀬もそうじゃないですか。薪を巻かなくても餌だけで一応釣れなくはないでしょ。あの夏とかね、ルアーとかでチヌ釣れるじゃないですか。ホッパーとかああいうのを使ってね、ああいう感じの近いというかね、イメージ的にはね。だから餌だけでももちろんタチウオ釣れなくはないんだけど、やっぱ投光器とか光を焚いて、あの小魚を寄せて、小魚に一緒についてきたタチウオを釣るみたいなイメージですね。だからやっぱあった方が確実に釣果は伸びるって感じです。で、大体自分は竿2本ですね。以前 ING で買った2600円の竿と1000円のリールです。新品、今日下ろします。道とか3号だったかな。仕掛けの一番下は一緒だけど、こういうやっぱね、まあ、今や、入れてる仕掛けっていうか、タックルも安いやつです。安いやつ。こういう時って、やっぱ何かあってガチャンとか蹴る。夜ってやっぱね、そういうのあるじゃないですか。だからこう、なんだろう、軽い。だからこう、なんていうのかな、安いタックルで使うのが、やっぱり、こう、いいんじゃないかと。うん、こんなところでやっぱ高いの使う人いないだろうけど、
やっぱね、気遣いがない。もう竿に傷がガーって入ろうと、あーで終わりじゃないですか。高いやつはあーじゃなくて、もう海に飛び込んじゃうぞぐらいの勢いがあったりするじゃないですか、竿によっては。そんなならないように、でもこういう夜釣りとかでやるときはできる限りね、もうそんないいなんかでかいのを狙うわけじゃないから、もうこういう安いやつね、十分じゃないかと思います。というわけでこっちの仕掛けが組み終わって、もうほとんどねこういう浮き、自分はね浮き付けてやるのが好きというか、棚がばっかりやすいというか、竿2本とか出してると棚をいじるんでね、釣れないと棚を変えたりするんですよ。大分でも一番こう定番なやり方で言うと、なんて言うんだろう、やっぱ延べ竿、最強なのがやっぱ延べ竿かなと。延べ竿にやるのが一番いいんだけど、あれちょっと棚がなんか固定できない、あんまできないんですよね。だからあんまり好きではない、嫌いでもないけど好きでもないみたいな感じかな。あれはあれでやっぱね、釣れてる時とかはやっぱ数釣れる時はすごくね良かったりするんですよ。釣れないっていう前提でやっぱ来てるんで、棚が分かんないことにはちょっとねっていう感じです。はい、というわけで、まあ、ちょっと細かい仕掛けはちょっと自作なんで見せられないんですけども、ちょっとねこれでやってみたいと思います。針はちなみにこれ、針を言いますけど、ガマカツの、なんだかな、なんかタチウオ用針、タチウオ飲ませ針とか、なんかそういう感じ、チヌ針じゃないです、タチウオ飲ませ針みたいな感じのを使っております。はい、ということで、キビナゴをつけてやりたいと思います。とりあえずね、竿を2本にしまして、で、こっち右の方の竿がだいたい今棚が 4.5 はないかなぐらい、 4メートルちょいぐらい、そしてこっちのこっちが3メートルぐらいです。出て棚を自分は分けるんですよ。釣れてたら釣れてて棚にするんですけど、釣れない場合はここで棚を分けます。でそこそこ満ちてるんで、まあ水深どこなのかな、7メートルぐらいあると思うんで、全然そこの方には浮いてないんだけど、タチウオは基本立って泳ぐっていうのかな、まあいろいろ諸説ありますけど、だからちょっとタチウオより上の層にないとダメみたいな感じです。はい、キビナゴついておりますね。これ最初にもう動画撮る前に入れてましたけど、問題なくついております。まあこんな感じでございまして、で右の方ね、右の方やっぱ発電機を焚いてる方がいまして、投光器2本使ってますね。で2本使ってハロゲンだけど、まあ今んとこ釣れてるようですね。あとここにねちっちゃいねイカがちらほらと、あとは生後がねちらほらいるんで、ちょっと小魚見えるかな、分かんないかな、どっかね下のこの辺とかちらほらね生後も泳いでるんで、小魚が全くいない。毎年ねこうちらほらいるし、なんかちっちゃいキビナゴみたいなやつが全然いないっす。ダメだなこれ。これはいかんね。生後が多分ねちょっと見えないけど、下の方に、ね、8匹9匹10匹とか10匹いない、いるいないぐらいな。あーほらこいつらこいつらがいるんで、ちょいちょいこいつらが当たってくる感じ。小魚もほんといないし、タチウオもいない。こいつらいるとき大体いないよね。ということで今何時ぐらいかな、8時ちょうど回ったかなっていうぐらいですね。今ですね、なんか隣に、なんていうの、お母さんと娘さんが来て2人で、ね、なんかアジを釣ってて、でここにね今投光器焚いてるんですけど、アジがねいるんですよ。生後もいるんだけど、やっぱうようよなんか集団が来たなと思ったらやっぱアジなんですよ。おお、ほらこれわかるかな、また、ということで今ちょっと、すごい、投光器の人かな、右のなんか投光器焚いてる人はなんかアジが全然急に食わなくなったのよっていう話で来たんですよ。でその瞬間にもう2匹釣れた。あ、餌も何も入れたんだよ、ほらサビキはね基本こう動かすのが多分確かね良かったはずなんですよね。少しね針をアジングとかでもそうだけど、止めるっていうよりはなんかこう少しフラフラ動かすだじゃなかったかな。昔結構ね、初期はサビキ、初期っていうか釣りの
一番最初はやっぱサビから始まったんで自分も、うん、確かそんなあれだったと思うけど、多分ねアジも結構こう泳ぐ層が変わっちゃうんでちょっと難しい。おお、来た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 、これ来てますからね。これ俺がいらしてるわけじゃないから、俺がいらしてるわけじゃないから、ちょっと巻きましょうか。ほら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 、はい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 、2匹ね、はい、2匹。ちょっとちっちゃいね。さっきなんか一番最初に隣の人が釣ったのが22、3ぐらいあったけど、これ13、4ぐらいしかない。ちょっとちっちゃいけど、これ十分じゃないですか、あの遊ぶのやつ。で、1匹釣れてめちゃくちゃ嬉しいって言ってたんで、勝手に隣の人の釣っております。ちょっと眩しいな、ライト。ということで、あれから、時間が経過しまして、今ね21時30分を過ぎたところでございます。ちょっと隣にというか、まあここに、なんか近所の方が来てまして、ちょっとどう置いていいか分かんないからちょっと言わないですけど、近所の方が来てなんかこう仲良くなってちょっと話してたと。さっき言ったあのママさんとお子さんっていうのかなが来てて、ずっと釣りしながらなんか適当に話してたら、もう今現在21時30分でございます。で、まあ現状なんですけども、なんて言うんだろう、タチウオは いないのかなと。スズキがいるんですよ。スズキがいてだけです。スズキと生後と、あとサビキでアジ釣れたんですよね、隣のサオサオのあれで。結構釣れたのよ、15、6とか釣れたんじゃないかな、全部で。あとサバ、ま、サバが2、3匹混じってて、まあそんな感じ で大きくて20突っ張りちょいぐらいの22、3とかぐらいなんですけど、で釣れて、で今ちょっともう9時半だっていうことで帰っていって、でまあ自分はまあどうしようかなと、ちょっと 10時ぐらいまでとりあえず粘りながらやろうかなと思います。で、今ねこんな感じで釣りをしております。あのね、ほんと何も当たりがないけど、小魚とかはいるんですよ。はい、これねちらほら見えますかね、このライトの下なんか泳いでるでしょ。多分生後です。このサイズは生後と、なんかねもうちょっと小さいサイズがこの辺ね、この辺ちょっと小魚サイズがいるんだけど、これがねアジなのかなんのかちょっとわかんないぐらいな魚が泳いでるですよ。でさっきサビキで餌撒いても何の反応もなかったんで、アジではないのかなとか思ってますけど、わかんないですね。なんかわかんない、イワシかな、この白子は基本反応するよね。でもこの生後がとにかく1枚30前後ぐらいがめちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃね、わかるかな、もうずらーっと、あれ養殖場なのかなっていうぐらい、いいのがカメラでも見えかな、モニターで今見てる限り、うようよ見えてるんですけど、どうでしょう。これライトでしたね、本当に投光器の直下の部分でこんだけいるんですよ。でカメラで映るかわかんないけど、この辺とかもずーっとね、この光が届く届かないぐらいのギリギリのとこまでずーっといるんですよね。アジもさっきは釣れなくなったっていうのもあって、まあ、隣にやってなかったら帰ったっていうのは、まあ、時間っていうのと釣れないっていうので、帰ったんですけども、ちょっとね、ちょっとこの現状では立ち無理なのかなと。1匹もいる感じがない。そんなところで、とりあえずあと20分ぐらい、20分くらいだけやりたいと思います。はい、ということで、なんかぼーっとしてましたら、10時10分になっておりました。もう現状何も変わんないです。何にも変わんない。どうしようっていうぐらい変わんない。あら、またどっか魚がいるかいるか。これカメラだとめっちゃ見えるんだね。肉眼の方が見えにくいです、正直。いっぱいいるでしょ、なんか、めちゃくちゃいる。30から50匹はいるじゃないですか、この生後。ただ今年大きいのはいないです。あんまりないね。今日2回ぐらいいたかな、70、80クラスのスズキがブワーってね、こう上まで浮いてきたりとか、2、3回見たけどずーっとはいないです。アジがね、多分いなくなったらめちゃくちゃいますからね。めちゃくちゃ見えるでしょ、多分カメラで。お、多い、めっちゃ多いんですよ。で、もう何の当たりがない。5分か10分おきにこの竿をね、1回上げて、
なんか跳ねてるな、なんか跳ねてるぞ。なんかね、ちっちゃいこんぐらいの、なんてやろ、なんとかっていう魚、名前忘れちゃったけど、あれがたまにいるんで、たまにあれ追っかけてんのかなとか、あとこう、アジっぽいような魚がいるんだけど、アジじゃないのかよくわかんないけどね。で、5分か10分おきにこう上げてるんですよ。で、キビナゴあるなーって確認して、ペタッと。まあ、こう手前に、手前から入れたり、奥からね、奥から入れたりとか、してますけど、結局、まあ、何の反応もございません。はい、というわけで、帰ろうかと思います。釣れんでしょ。うん。やっぱね、まあ、自分のこれ、考えなんですけど、もう自分もタチウオ27、8年ぐらいね、毎年この時期だけ、このシーズンだけやってるんですけど、そこでやっぱ思うのは、これ、去年とか一昨年とかも言ってるんですけど、台風ね、やっぱ台風が8月とか9月、特に9月ね、9月の初め頃からでもいいんで、もう台風が結構こう近く通っていっちゃって、こう、なんだろう、かき回されるっていうのかな、海が。ってなると、タチウオってね、結構置いて入ってこないんですよ。だ年々入ってこないなって言うけど、年々、今年だって台風は結構2回ぐらい来たでしょ。8月終わりぐらい来て、また9月に2回ぐらいとか結構来てるんで、だからもう、自分からしたら多分今年タチウオダメだなっていう感じです。もう1回ぐらいちょっとね、投稿機こうやって炊いて、ちょっとやってみようかなと思うんですけど、多分、この2019年置いたの、こう、なんていうの、防波堤からのタチウオはちょっと厳しいんじゃないかと思います。6年前ぐらいは台風が来なかった時、6年前かな、このちょうど投稿機を作った時があるんですよ、LED のね。この時は台風が来なかったんですよ。だから、もうここら辺もそうだけど、やっぱ、なんていうんですか、場所取り、ここ、だって10月ね、3年ぐらい前の動画でも上げてますけど、2016年からの動画でも、ここら辺でちょっと、もうちょっと向こうかな、やってて、結構まあ、まあ、2、3時間あったら4、5匹釣れるから、まあ、その時はちょっと、あんまり良くはなかったけど、その前の年はね、そこそこ台風が来なかったんで、釣れてたんですよ。投稿機炊くと、まあ、悪くて5、6匹、悪くてね、釣れてる時だと、20とか30とか釣れてたんで、やっぱ、台風来るとちょっと厳しいなと。なんかね、スズキとかセイゴとかこう来ると、結局そのベイトを追っかけると他にいないから、なんか結局来るの。タチウオがいたら、あんまりスズキ、セイゴとかあんまりいないですよ。いるのはいるけど、そんなにいなくて。でも今年はもうめちゃくちゃいるんで、多分ね、この付近は、まあ、間違いなく厳しいかなと。いやもうほんとね、昔、台風が来ない年っていうのは、このね、もう伊江島港っていうのかな。めちゃくちゃ人が多いですよ。めちゃくちゃ。土曜日の夕方、だって6時ぐらいとか来たら、もうこの、ここね、ガラガラ。今ね、隣に、まあ、だいぶ離れて車がいて、多分立ち寄りはしてると思うんですけど、もう釣れてる時はもう入れないから、夕方6時とかに来たら、もう場所がないみたいな。その時はもう日吉丸とか、やっぱ音津とかも釣れてるんで場所がないんですけど、ここも結構ね、釣れてる時はやっぱ場所がないぐらいなんだけど、年々ちょっとね、釣れなくなっている感じです。自分はその台風のせいだと思ってます。台風が来た、大分を通っていくと、ああ、今年もダメかなって思ってましたけど、ダメっぽいです。まあまた来年、もう来年なしだけど、まあまあ、一応まだしばらく、もう何回か立ちをちょっとチャレンジ。まあここじゃなくて、ね、また別の場所とかで、ちょっとチャレンジしようかなと思っております。はい、そんな感じで、今回以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあね、帰ります。ちょっと寒いね。半袖だとちょっと寒いです。